東聖マ号は、日本の生物学者、北海道大学名誉教授、放送大学客員教授。専門は、動物生態学、分子生態学、進化学、環境科学。1949年、宮崎県高鍋町生まれ、奈良県立高田高等学校を経て、奈良教育大学卒業、1980年、 北海道大学大学院理学研究科博士課程単位取得大学1980年理学博士1980年北海道大学大学院環境科学研究科助手1993年教授2005年度大学大学院地球環境科学研究院教授2012年北海道大学名誉教授 大学院では、花鉢の社会学研究で著名な坂上昭一に、指示して、アリ類の生態学研究に着手。その中で、日本海に面した、石狩浜で調査した、エゾ赤山アリのスーパーコロニーが、地球上で最も巨大なアリのコロニーであることを、明らかにしたことは特筆される。研究生活を通して、南極大陸を含むすべての大陸でエネルギッシュに、 調査を行うとともに、多くの研究者を育てた。オゾン層破壊の科学。北海道大学大学院環境科学院編。北海道大学出版会2007.3。パワーエコロジー。海勇者。みんなが知りたい。動物のことがわかる本。名津出版。あずま聖号。科研。2020年1月24日閲覧。パワーエコロジー。海勇者。 2020年1月24日閲覧、ありがとうございます。